お疲れ様です、マフィーです。今回は HP1.1 やっていきたいと思います。いや、この補正前にリザボルでやってめっちゃ勝ったんですけど、あれですね、あの動画では勝てたんですけど、生配信やったら全然勝てなくて、いやもうびっくりした。もう本当にね、勝てなくて、なんか大将がいなかったんですよ。耐久系のデッキが結構多くて全然もう勝てなくて、めちゃくちゃ粘っちゃったということで、今日はねこれ火炎デッキでやっていきたいと思います。この忍竜が弱くなっちゃったんですけど、言うてもね、あの弱くはなったんですけど、なんだろう、強くはある。全然強いですね。左半分っていうのが意外と燃えるのと、あとこのコンボのバフが意外と使いやすい。スキルとコンボが発動条件ないっていう時点でね、全然使えるんじゃないかなということでやっていきたいと思います。で、使ってみたところ結構強い。ただな、マジ大将やめて。俺ほんとね、大将いなかったのに、大将いないから大金多いんだったら火炎使うかって言ったらね、火炎でね、めっちゃ大将当たったんですよ。さっきあのね、さっき秋葉原行ってきて、その帰りで大将ね6回中5回当たって、もうほんと吐きそうになった。俺あのもう道端で吐きそうになって、もうお前どんだけ大将来るみたいな、ふざけんなって感じなんですけど、オッケー、大将来なかった。さあ、大将さえ当たらなければなんとかなるんじゃないでしょうか。ただこの火炎のミラーはマジで、あれですね、火炎のミラーに関しては、泥試合ですね。泥試合になるんですけど、頑張っていきたいと思います。さあ、で、これ X か船とか来んのか。さあ、なるほど、縦取りしてくると。縦取りしてくる。あ、ちょっと待って、これ初手イオンミスったかな。あれだな、燃やせないな、燃やしにくいな。初手イオンミスりましたね、左半分なんで。ちょっとこれあれですね、左半分だったら初手 C2 とかこれの方が良かったんかな。まあ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 いいでしょう。まあいいでしょう。初手 C2 打てばよかったですね。まあ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 関係ない関係ない。あー、出た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 、その打ち方な。わかるわかる、その打ち方も強いよな。わかる。ただこれカフネの炎上戦場に一発置かせたいし、あの右上 X を強火にしたいので、ここアベル打っちゃいましょう。わかる、その打ち方強いよな。ただこれなんでカフネ打たかった。カフネでそっちが強いっていう話なんですけど、まあまあ全然いいでしょう。はいはいはい。ただヤンドーラ、これヤンドーラはやってんな。まあ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 、なんとかして外周に置かせたいが、あー、ここでコルヌ打ってくると。惜しみもない、惜しみなく惜しげなくコルヌ打ってきます。まあでも全然いいですね。ここでコルヌ、でもコルヌ打ってくるってことは、これ何かしら引いてるっていう合図の可能性が非常に高い。なるほど。さあ、これはフォーティアでこっち行きます。でコルヌ引いたのでかいよ。よいしょ、2枚強火。痛い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 。3枚中火、2枚強火も強いけど、3枚中火も全然強いですね。さあ、で、これ、カフネどこに打つんだ。これ、カフネどこに来る。あ、そこ。なるほど、これ、右上角、あれか、燃やすっていう感じですか。なるほどね。そうですね、これは、そうですね、ロックされてあいつ出したいのもあるが、あれが燃えてて、そうだな、どうしよっかな。まあ当てたいな、当てたい。めっちゃ当てたいな、これめっちゃ当てたいな、当てたいな、当てたいな、当てたい。当てたいですね。よいしょ、当てましょう。さあ、これ当てて取らせて、外周に1枚置かせまして、で、コルヌ打ってからベルが打ちたいですね。さあ、で、コルヌがあと1ターンか、相手の。おお、無視してくる。うわ、その無視はうまい。その無視はうまいな。くー、でもこれ相手コルヌ行ったんでしょ。俺行ったんだったら許容しちゃうべ。あー、待てよ、 F3 のテュポンがやばいか。でもそれ S 引きすぎじゃない、それさすがに。俺もうこれ取るよ、俺は取る。こんなん取るわ。よいしょ、ほら、よいしょ。痛いけどここで終わるから、ここでコルヌ終わる。ここで俺テュポンとか来たらマジで厳しいよ。やめて。いやないよ、絶対ない。 OKOKOK。 おお、手駒呪っていく。なるほど、それで外周に置かせるという動きですかね。でもここは痛いな、痛いよ、痛い。もう一回やりたい。だこれで俺もベルーが打つよ。さあ。で、オッケー。これは、あれですね。E1 かな。E1 に打って、よいしょ。D2 以外ね、外周の状況作りましょう。暗い。さあ、暗いやがれ。で、ここで相手のベルーガが、期間終了。よしよしよし。賞味期限切れて、で、F1 打ってくる分には大丈夫だと思いますね。はい。オッケー。しかも相手の手駒呪っていく。さあ、これトップで引いた駒。で、威圧もかかってる。2ターン耐えたい。テュポン来るな、ちょっとテュポン来たらマジで話が違う。テュポンは話が違うからな。もう話、おい、なんでそこでトップテュポン行く。もう、おい、話違う言うたやん。やばい、やばい、やばい。いや、言うて。めっちゃ軽く出るよ、めっちゃ軽く出るよ。で、これ、あれですね、意識か。アンプ、待て。落ち着け、ここ落ち着こう。落ち着きダメ。燃えるね、燃えてダメマスで死ぬか。だったら回復入れた方がいい説ある。いやでもアンプーだな。どう考えてもアンプーこれ。アンプー以外ありえないムービングな気がするな。よいしょ。ほい。せい。
さあこれ燃えてダメマスあるから左上カード打てない。さあこれ耐えよう。この火炎しかないんだったら、いや火炎で飛ばすの無理でしょ、多分無理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 。頑張れアンプ。さあこのベルーガと、あ待てダメマス踏めるのか、これダメマス踏めるね、 HP 残ってるね、ギリギリ耐えるしかない、この 1.9 倍。でもそしたら相手の火炎も減っていく。おっとその火炎は強いんじゃないの、うーでも大丈夫、 OK。 あらしゃ危ない、もうやだ、こんなに苦しい試合するのマジ、はあ、まあ面白かった、すごい面白かったですね。さあ OK、 面白かったです。さあやっとでもないけど何度か一勝しましたね。いや怖いわマジで、怖い本当に怖い、もうこんな瀬戸際の勝負するのね。でもねそれが面白い、本当にね今の環境面白くて、最近ねシーズンマッチの動画めっちゃ出してると思うんですよ。最近なんか動画の投稿頻度ね、1日に2本投稿とかガチガチやっちゃったりしてるんですけど、その理由っていうのがやっぱり、ね、シーズンマッチ楽しくてしゃあないんですよね。うん、配信とかでも結構やっちゃうっていうか、もうシーズンマッチが楽しすぎてマジでね、なんか動画投稿が止まらないですね。待って同じ人だった、同じ人、なんでこんなところできちゃう。今度は俺が高校。いやどうしよっかな、これどうしよっかな、初手 X あるんだよな、初手 X あるけど進行的にな、あの進行されて、あ待て、いや初手 X 打つか、よいしょ。外周を動かせてもやしもやしゲーミングしたいんだが、まあ言うても2枚返し来たらきついんだよな。でそっから気合でね、気合で頑張ります。気合、 OK、 そっち来ます。はい、でこれは上に逃げていきましょう、逃げるっていうか追っていきましょう。さあこいつ降りまして、燃やしていくんで、初手のシルビア美味しくて、はい、さあダメアドどっち取ってて、どこ来る、いいよ、あなるほど囲ってくると、これカフネ取りたいけど4枚返しも若干怖いっていう話ですね。だったら2枚に押さえとくのが賢明かな。そうですね、2枚に押さえておいてるぞ。さあこの回復もしっかり入れていくと、 OK、 このねナウラの回復って実は強いんですよね、実は強い、こいつね実はやりおるんですよ。でこれで相手に変置きさせて、あとあとベルーがね思いっきり燃やします。ただ人流が入ってないんだこれ敵は。 OK、 このグノーは全然いい。でここで外周に置かせたいので D1 とかで濁してもいいですね、よいしょ、はい、まあ、1回ロック打ってもいいな。でも夏アピも使わなそうなんだよな、夏アピ使わなそうなんで、こっち打ちますか、よいしょ。でこれで相手外周以外だと C5 ぐらいしか置けないんで、多分 C5 は来ない。でも、ま、なんでそこにヤンドーラ行く、そのヤンドーラ強い、まあ言うても。でこれ B1 にアベルとか来たらやばいよ。あー OK、 ロックか、ロック来ますね。ここのロック誰が出るか大事、はい OK、 フォーティアが悪くはないけどよくもない。でここどうしよっかな、 D に打って、よいしょ。でこれで相手に外周しか置かせない状況を作って、とにかく外周に置かせてベルーガでね一網打尽にしたいと思います。さあとにかく外周に置け、早く外周しろ。あーなるほど、これでコンボ作っていくと、まあいやまあちょっと痛いけど大丈夫ね。いやナウラ聞いてて、はい、アベル、あーいいね、このアベルいいね。これは C6 でいいんじゃないかな、相手のシルビアの動線は全然許容できるんで、そうですね、こっち打ちますか、よいしょ。でこの後にコルヌ打って右角をね強火にしたいですね。で5枚返しあるけど、いやなんか5枚返ししないんじゃないかな、アベルも効いてて、やつ効いてるでしょ、相手のコンボ 1.6 倍も許容できて、そのまま呪いにも入っていくし、5枚返ししてきたらこっちのナザビがどうせ耐える。おおマジか、5枚返ししてくる、俺のキャラゴマが減るよ、いいのかそれは、いいのか、これ美味しいよ、これ美味しい、よいしょ。でこれ英語にコルヌ打ってしたいですね、英語コルヌ打ちたい。おーしよし、来た、こういうことよし、これ英語コルヌでいいかな、待てよ、これあれだな、 A4 もありだな、 A4 でフォーティア取るのもありだな、そしたらベルーがこの後打って、あ、ありだな、ありそうしよう、回復しとこう、英語打つとね当てられるんで、これで相手外周しか OK ないよな、うん、そうやな、 OKOK、 読んでる、まあエンデガの動線考えるなら英語でもよかったんですけど、ここでね次のターンに、ね、ベルーが打ってば大丈夫だと思います。オッケー、呪い入る。さあ、これで相手外周しか置けないよ。外周を置かせよう。ああ、なるほど。取らせて、火ダメを抑えるっていう魂胆か。だが、これは美味しいですね。あの、エンデガの動線残ったまま繋げれるんで、ここはね、そのままベルーが打っちゃいたいと思います。行ってこい。
よいしょ。OK。ただ、ベルがちょっと、いや、これでいいや、これでいいや。アベルがここで終わるから全然いいや。早かったかなとか一瞬思ったけど、しかもこの、あれですね、夏ハピの動線がつながってると。こっちの HP、あ、半分いかなそう。まあまあまあ、言うて、大丈夫。OK、そこで外周を浮かせて、はい。OK、アンプね、アンプ引きます。これ、ロックでこっちをしましょう。これ、ロックでこっち打って、さあ、このあの、ヤンドーラを鶴がごとくの動きをして、しかもここ外周しか置けないと。OK、これチェックメイトでしょ。にゃっ、あ、まあまあまあ、釣れないけど。大丈夫、これ勝ち、これは勝ち。オッケー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 。いやーじゃあじゃあじゃあ危ない危ないけどオッケー、これで勝ちですね。いやーじゃあじゃあじゃあ、まあ X からね外周に置かせるっていう動きを徹底したがゆえの勝利だと思います。ちょっと火炎のミラーはねなんか本当に泥試合なんであんまりやりたくない。ただ大勝よりはマシ、マジで大勝だけは、大勝だけはやめてください。本当に大勝勝てないからマジでね、98.7% ぐらい勝てないと思う。うん、本当に、本当にそれぐらい勝てないと思う。いや、でもな、暗黒と、あれだな、九州よりは勝てるのかな、多分。暗黒と九州よりはワンチャンある可能性あるな。そうだな、うん。まあ、それに匹敵するかどうかぐらいにはね、相性悪いんですけど、待って、これも相性悪い。出た、俺もう本当にこれもよくわからん。セクメトリーダーめっちゃいるんよ、今、環境に。何が強いかよくわからないんですけど、まあまあまあ。使われるということは強いということなんでしょう。さあこれね、呪い誰に来るか。いや、あーコルヌか、もう捨てましょう。お前いらない、いらない。こんなコルヌはね、いらない、何も捨ててしまおう。捨てましょう。団長の思いですけど、これ捨てるしかないですね。さあ、でこれ X とか来るのか。 X 来たら誰。いやでも言ったらこれ X 来そうだからちょっと黙っとこう。お口ジャック、黙ろう、一旦黙ろうベルーが引いてるのでかいな。でここの呪いが誰に来るか、そこもね、肝になってきますね。なるほど、アルカードそっち打つと。これ、ビーチカフネ打ちたいが、あ、まあ、これ、待てよ。はい。アベル。あー、ベルーが乗るか。どうしよっかな。でも、これ、ビーチカフネでいいんじゃないかな。で、ベルーが打って呪われる先を アベルにしていいんじゃないかな。よいしょ。定石通りでいいと思います、ここは。左下 X って強火っていうのもね、一発強火っていうのもなしではないんですけど、あの、なしじゃないな、それ。コルヌ残るのか。コルヌ打ってきたら F3、F4 打てるから。それはそれでなしじゃなかったな。ああ、それも、でもよかったな。まあいいか。はい。あー、アベル。アベルか。でもこれベルーが持っとくか。アベルのコンボで回復狙えるんで、こっち打っちゃって。よいしょ。うん、このアベルは全然悪くないですね。で、さあ、どうする？やっぱ呪い多いな。セクメトから翡翠。呪い軸ですね。相手 HP 低いしな。今日の補正にしては。そういう感じでしょうね。さあ、どうだい。これ、暗風呪われるでしょ。暗風呪われて、ロック切られてないな。ロックが若干だるい。おー、来た。あ、でもいいや。これ、ロック切るってことは、暗風呪われてるままそのまま出せるから、いいや。これはいいや。悪そうに見えていい。OK。で、しかもこのアベルのコンボでね、しっかり回復も若干狙って、まあ、600ぐらい隠してるでしょ。よいしょ。お、700。お、十分、十分。OK。こんだけ回復すれば十分ですね。一発分。呪い一発分をこの、アベルでキャッシュバックして。さあ。あ、グレナと。OK、OK。そういうデッキね。デバフは全然いいよ。デバフってか、ミヤズマか。まあ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 。回復はだるいけど、まあ全然いいよ。かまわん、かまわん。おっしゃ、ヤンドラナイス。OK、ベールが呪う。キュ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 。錯覚をしろ。イケベルが逃がさない。うわ。オッケーオッケー。こっから火炎地獄にね落とし入れたいと思います。さあ、どうする？どうするどうする？これもう E4 ぐらいしかやることないよ。E4 打ったら打ったでこのアベルの回復が入るし、どこに来てもきついよ。どこ打っても地獄を見せてやろう。オッケー、そっち来る。いいよ、そこ全然いい。外周だしな。はいはいはい。で、ここの引きですね。はい。あ、なるほど。これあれだな、無茶しなくて良さそうだな。無茶せず、無茶しなくていい。無茶はしなくていい。回復しよう。無茶せず回復。うん。D2 打つのもありなんですけど、ここ安定火力出したいところなんで、ここはね、無茶しないでいきます。で、コルヌ切っちゃったけど、フォーティアさえ引けば、全然ね、美味しくいただけると思うんですよね。あと、これ、忍竜強い。この盤面、忍竜強いよ。左半分めっちゃ燃えるよ。この盤面強いよ。これ、忍竜引いたらめっちゃ強いな。引け、忍竜。
引け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 。さあこれ意識取ってくるでしょ、さすがに。あ、そっち、なるほど。え、これ踏み穴、そんな神々の奇跡ある。いやでもこれは忍竜引こう。はい、あ、ほうき、いや、いいいいいい、めっちゃいい。え、でもこれもう撃つわ、踏み穴とか関係ねえわ、ここで軽く出した方が早い。 OK、 まあ関係ないな、それそこんなとこ踏み穴なるわけなくて。 OK、 よいしょ、 OK、 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 よっしゃ、これ負ける要素ないだろう。右上 X 以外全部カフネの炎上戦場、負ける要素がない。 OK、 勝った。よし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 、よいしょ。 OK、 このセクメントリーダーっていうなんか環境で流行ってるデッキにもしっかり勝っていくっていうね、素晴らしい。いや、ホーティアって駒強いよな。こいつ瞬間最大風速すごいな。前世紀の光源氏みたいな。そんな駒だと思いますね。さあさあ行きましょう。ホーティア強いわ。ホーティア素晴らしい。このホーティア、世界救ったな。頼むぞ。この、これからも、これからも世界を救っていこう。俺はこれからも世界を救う。頼むぞ。うん、おー、なるほど。何？これどっちだ？火炎なのか混合なのか。ミューニー、ミューニーが一番怖い。おお、これこれでもエンデが切るか。エンデがもっときたいんだけどね、本当は本当はもっときたい。この HP ね、火炎だけで削るって結構しんどいんで、エンデが持ってバフとかと組み合わせるのはありなんですけど、まあちょっとさすがに切るか、さすがに切って、あー、はいはいはい。いや、わかんないな、火炎にも絶対いるかんな。でその HP てかアタック、火力、え、火力高くね、これ。さてはあれだな、あいつですね、レベルマックスですね。多分レベルマックスだと思います。さあ。さあさあさあ。おー、ブレスとか。うわ、これ当てたいな。ブレス入ってるってことは、火炎じゃない。知らんけど。あー、これ当てていいな。これ当てていい。これ当てていいな。当てよう。これ、外周火炎引いたんだったら、積極的にね、当てていいと思います。さあ。で、なんならこれ、贅沢。贅沢コルの B3 っていう説あるな。俺、贅沢。OK、OK、罠ごま。いいよ。全然いい。これ、もう贅沢コルに行くか。贅沢、はい。おお、もう贅沢可否、贅沢しまーす。いけー、贅沢コルヌ、よいしょ。はい、よいしょ。でこれでね、何が強いかって、相手このコルヌ取ると外周に置くことによって外周3枚になるんですよ。ちょっと待って、そのオーラは、オーラ贅沢、オーラ贅沢だけど、どうする。あー、なるほど、そっち来るっつ。オッケーオッケー、全然いいよ、我慢我慢。いや、コルヌ残ってる以上はこれティポーまだ打たなくていいと思うんだよな。相手攻めてないし、これ右上 X 来るな、右 X 来る。いや待てよ。いやでもこれダブコン許容できるところあるな。意外と、これ4枚、いやーでも4枚怖いか。どうする？いや怖くないんじゃないか、これ。飛び込んでいいか。飛び込もう。飛び込む。飛び込め、飛び込め。大丈夫。コンボが発動しないんだったら大丈夫。で、この後、ティポンとかベルガでイモれるんで、あえて英語ちゃん、英語だと右 X バカきついんで、こっち打って。4枚打ってこい。打ってこい、打ってこい、打ってこい。あ、打ってこない。いやでも構わん構わん構わん、これは全然構わない。はい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 。でさ、これあれですね、 F3 に打つと当てられるやつですね、当てられるやつ。 OK、 でもベルーガと OK、 フォーティア引いたんだったらもうこんなん考えずにこっちでいいや。こっち不可避、よいしょ。で OK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 、 もうこれで、これです、これです。でこれで F4 ってきたら相手外周3枚になって、ベルーガで A3 打って、で取ってきたら F5 にフォーティアでね、 GG ゲームにしましょう。さあこれ当てる余裕ある？なんならあるか？ HP きついんじゃないか？ HP きついんとちゃいますか？お、当ててこないと。 OK、 構わん。 OK、 これはもう一向に構わない。よし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 。で燃やして、はい。でもこれベルーガ打っちゃっていいか。待てよ、一応動線あれだな、面倒見てあげるか、ね、動線の面倒だけ見てあげて、こっちでいいと思いますね。よいしょ、んーおれ、はっ、3600で、この会社のターンで3600。さあ2で耐えましょう。もう盤面のユリフリ関係ない。 OK、 ヴィーナス5点。俺の学生時代の赤点みたい。俺数学の点数で5点とか取ったこと、いやさすがにないけど、5点はさすがにないけど、20点とか普通に取ったことあるんでね。さあこれはアンプーでここでいいと思いますね。よいしょ。あ、待って、でもホーティア切ってよかったんかな。まあいいか。あー、ホーティア切ればよかったな。まあでもいいや。これで全然火炎圏内なんで。これでね、相手の、なんだっけ、ブレスドのコンボをね、ケアしまして、多分これでいいと思います。
さ、まあさすがにこれは引き強かったな。ロック打たれてもね、もう関係ないですよ。火炎で飛ぶんで。オッケーオッケーオッケー。よし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 。もう盤面が見たことないけど、この火炎で、よいしょと。オッケーオッケーオッケー。よし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 。お決まりです。はい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 。よし4連勝いいね。やっぱ火炎強いのか。さては、ただ火炎のミラーが2試合ぐらいあったから、ちょっと泥試合にも程があったんですけど、まあ、言うてね、大勝さえ来なければ勝てんじゃないでしょうか。ふぅ、シャキーン。いやー、でも 5点か。俺5点は取ったことない気がするんだけどな。20点ぐらいだったらめっちゃ取ったけどな、学生時代。もう数学嫌いすぎてさ、もう数学ってなんなん、ほんと。何数字の学面って。いらんいらん。いや、そんな、わあ終わったー終わったー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺さ、あの、これ今名前隠してるんだけどさ、うわ、これ名前出したい、めっちゃ名前出したい、めっちゃ名前出したい。やばい、めっちゃ名前出したい。これちょっと名前出したすぎる。これ本人来てくんないかな。あの、YouTube 一応投稿するけど、これ本人 DM 来てくんないかな。いや、めっちゃ名前出したい。これめっちゃ面白いんだけど。めっちゃ面白い。うわー、これちょっとなんで出せないか、ちょっとあのね、あの、察してほしい。ちょっとね、これでも負けたな。これは負けたかもしれない。大勝でしょ、どうせ。この HP は大丈夫やな。いやー、これは負けたけど、じゃあ、めっちゃ名前出したい。やばい、名前出したすぎる、これ。ちょっと待って。めっちゃ、終わった終わった、お疲れ様です。いや、これ絶対負けたけど、こんなん絶対勝てないけど、いやー、めっちゃ名前出したい、この人。爆笑した、ちょっと。これなんで爆笑してるかみんなわからないんだろうな。いや、出したいな、出したい。これめちゃくちゃ名前出したい。めちゃくちゃ名前出したい。いや、まあいいや、あの、本人が名前出していいですよってコメント来たら名前出します。そ、いや、いや、どうしよっかな。いや、どうしよう。これどうしよっかな。ちょっと待って。一回ツイッター貼るか。ツイッターしよう。ツイッターでつぶやくか。今当たった人、あの、動画撮ってるんですけど、名前出す許可くださいって言ってさ、めちゃくちゃ面白い。ちょ、ほんと。いや、これ面白すぎるな、さすがに。これは面白すぎる。いやー、それか、あの、一言コメントにツイッターのアカウントとか入ってないから。そしたらね、連絡取れるんですけど、あー、でもこれは絶対負けた。これはね、勝てないんですよ、ほんとに。こんだけ威圧かけても、特殊ダメージがもうこの通りなんで、いや厳しいけど、いやー、待て、はずけ、よいしょ、こっち打って、さあ、こっち打って、この大将、うーん厳しいですね。これは負けたと思いますね、普通に。あ、オッケー、それ耐える、それ耐えるんじゃない、え、エンデが引いたらワンチャン勝つんじゃないねえ。あ、やだ、ダメか、全然 HP 足んない。ただ大将で手駒固まればワンチャン、いや無理か。あー、ドキドキさせますか。そうですか。じゃあ、まあ、ロックでも打っといて。はい、さよなら、バイバイ。いや、これはまあ、勝てないんですよ。本当にこれは勝てないんですけど、うわ、この名前出したいな。ちょっと頼む。一言コメントで、ツイッターのアカウント来い。DM 送る。この名前はね、ちょっと面白い。このタイミングでこの名前はさすがに面白い。頼む。ちょ、頼む。ちょ、頼む。ツイッターのアカウント。あ、書いてないな、書いてない。うわ、この人、今、くっそ、ちょっとツイッター、いやー、でも、まあいいや、ということで、今日は終わります。じゃあ、この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。でも、まあ、楽しかったですね。普通に買い物ね、大賞さえ当たらなければいけるんじゃないかということで、皆さんも使ってみてください。ということで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。あ、まあ、その前に、この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。